岩手県の大槌駅に来てます。これ駅なんですけど、わかりますでしょうか。今ちょっと唖然としてます。もう完全に地震で津波でやられて、これ駅のホームなんですけど、向こうのホーム、このようにもう跡形もないような状態ですね。もう唖然としちゃいます。駅の建物が何にもないです。いや、ここまでひどいとは。すごいですね。もう電車が通ってません。いやー、最悪ですね。相当ひどいです。線路もすっ飛んじゃってないような状態ですね。いやー、こんなにひどいですね。線路の枕木が浮いてます。いやー、すさまじいです。これからこの近くのお宅、これを2軒最強の地盤改良グランドアップ工法で工事をするところです。いやー、本当絶句ですね。